割と、何日かなちょっと忘れちゃった。一週間ぐらい前の動画ですかね。雑談動画の中で、えっ、ー、と、ズームの通訳機能の、えー、リハーサルというか、シミュレーションというか、まあ練習をしていて、その中で、えー、ある部下室の〇〇くんに、発表者役をやってもらうことになって、じゃあ、えー、〇〇くん、 が、えー、面白いこと言いますみたいなことを言った、言ったら、えー、一生懸命こう Yahoo ニュースで面白い記事を探したけど見つからなかったみたいなことを確か言ったと思いますけれども、あのー、その〇〇くんとはですね、どうだろうな1一日に一回は話すんじゃないかな、その出勤していれば。一日に一回ぐらいは、その仕事上の打ち合わせであったりとか、僕が聞きたいこととか質問したいこととかね、 であ、お話しすることがあるんじゃないかと思うんですけれども。で、まあ、その〇〇くんは、あの、支援センターの人ではないので、他の部下室の人なんで、まあ、その部下室のその事務室というか、部屋に行くわけですよ。僕は行くわけですよ。で、僕結構その、自分で行かないと気が済まないんで行くんですけれども、行くと、〇〇くんはその、部屋に入って、こう、部屋のドアを、まあ、ドア、 あの今コロナとかもあるんで開けっぱなしになってるんですけど、入っていくとその真正面にまあデスクがあって、振ってみるとこの入り口から入ってきた人が見えるような位置にいるんですよ。入っていく側からするとまあ横向いているまるくんが見えるので、いなければいないなって感じですぐわかるんですけども。この間その入っていった時に、大概僕がそこの部屋に入っていく時はまるくんかまるくんの奥にいる なんとか課長ね。で、このなんとか課長についても過去に2回ぐらい雑談動画喋ったことありますけども、か、もしくはこっちの奥の方にいる別な課長さんがいるんですけども、この課長さんも多分喋ったことありますけども、まあその、その多分3、4人の誰かなんですよ。でもその、〇〇くんがとりあえず振ってみて、ああ、来たなって感じで、あ、なんでしょうかみたいな顔したので、〇〇くん、何つったっけな。 ままるる、えー、夢について語りようって言ったのよ。まあ、まあ、ボケですよ。夢について語りようって言ったら、えー、なんか嫌な予感しかしませんとか言って、<laughs> そらそうだろうな、みたいな <laughs>。そらそうだろうな、みたいな <laughs>。いうふうに、あの、思ったりして。まあ、そういう、なんかね、あの、そういうのを僕はね、言いたい人なんですよ。そういう、なんかひ、ひ、ひと、ひとネタみたいなのがあっていいと思う、思ってるんですよね。で、あの、ちょっと話、 全部置いとくけれども、あの007っていうスパイ映画ありますけれども、スパイ映画で、その主人公であるジェームズ・ボンドを演じた人は6人かな6、えー、俳優さんいるんですけれども、その中で、僕割とね、ロジャー・ムーアっていうね3代目の人が結構好きなんですよね。 でこの人ね、とにかくこのユーモアのセンスが結構すごくて、です、結構ね、独特のユーモアセンスを持っているんですよね。それがどうもね、その作品の中にも結構出てくるらしく,らしくて、結構ね、なんて言うんだろう、気の利いたね、ジョークを言うんですよね。それがね、僕はね、本当にすごいと思いますね。なんかね、あのー、例えばこれ、ウィキペディアに書いてありますけれども、 まああの、6作品だったっけな、なんか、え、何作品か、なんかでやったんだけれども、もうこれで引退しようっていうふうに、まああの、ボンド役を降りた理由は、これ以上やったら殺される。つまりそのアクションシーンが多いので、体がもうついていけないっていうね、え、これ以上やったら殺されるっていう理由で降りたと。でも、実際には結構自分でスタントをこなしたりもしたし、そして、えっと、 スタントマンに頼ってばかりいるんじゃないかというふうに揶揄された記者の質問に対して冗談っぽくラブシーンは全部スタントマンが演じているってこれすごい上手い切り返しだと思うんだよなうんラブシーンは全部スタントマンが演じてるってすごいなすごいこれもう天才的な切り返しだと思うなとかねあとねあの他の人が言ったらこう炎上しそうな発言とかもするんだよなあ アクション映画は楽だ。覚えるセリフは少ないし、危険なシーンには代役がいるって <laughs> これ確かに炎上するよな。でもこれが許されるキャラっていうのがすごいよなうん。ん愛されてたんでしょうね。だかからなんかさその 確実に NG シーンになるって分かっていてもやったりするよなんかね砂漠の中をそのヒロインの女性と歩く砂漠かななんか歩くシーンでわざとズボンのベルト緩めてたんだってだからその歩いていくうちにズボンズルズルズル下がっていくわけよっていうのをわざとやったりとかしてそれでその現場が笑いに包まれるとかいうエピソードがあったりして、ね、結構すごいよね まあ、とにかく、そういうふうにね、あの、前にも言いましたけど、全員から好かれるってことは難しいと思うんですけれども、でもまあ、多くの人に好かれるとか、あの、あんまり人から嫌われないようにはなりたいかな、って思いましたね。ほんじゃまた。